皆さんご無沙汰しておりますパクセルンでございますけれども、ここは神奈川県横浜市神奈川区東急東横線の田町駅に来ています。この田町駅は横浜の一つ隣にありまして、各駅停車しか止まらない駅なんですが、ただ駅前にはこれ国道1号ですね、国道1号が通っておりまして、でまた横浜駅にも非常に近く歩いていくことができます。一駅ですけどね。なので、まあ、住むには割と横浜市の中では適しているような、そういうところなんじゃないかなと思います。本日はこの田町駅から東急東横線の廃線跡を皆さんのご覧に入れたいと思います。東急東横線の廃線跡というとね、前にうちのチャンネルで横浜から桜木町までの、東急東横線のね、廃線皆さんにご覧に入れたの、結構な方がご覧になってるんじゃ、でもあの動画あんま伸びてないから見てない人も多いか、結構ね、いい感じの動画になってるかなと思うんですが、今回はその東急東横線、まあ東急東横線の廃線跡シリーズってわけじゃないけど、その廃線跡の第2弾ということで、この東急電鉄田町駅から横浜までの間、まあ本当はこのさらにもう一つ渋谷寄りに行った東白楽というところからスタートするんですが、東白楽、田町、そして横浜に至るまでの東急東横線の廃線跡をご案内します。東急東横線では2004年から横浜駅で港未来、元町中華街方面に伸びる横浜高速鉄道港未来線との直通運転を行っていて、東横線、そして港未来線で一体となって、まあ、運用を行っているわけです。それが始まったのが2004年ということで、そのタイミングで田町、そして横浜の各駅が地上から地下に移されたんですね。地上の部分はどうなったのかっていうと、それまで使っていた部分はもちろん廃線になったんですが、でそのまあ、線路自体は残ってないんですけど、まあ、この橋に代表されるように、まあ、そういった廃線跡というのが現在でも色濃くこの田町、それから横浜駅の周辺では残ってるんですね。でまた東急電鉄も桜木町の方の廃線跡はそんなに積極的に保存するとかそういう気はないらしいんですが、こっちはおそらく東急とそれからこの横浜市もしくは神奈川区が、まあ、一体となってそして保存をしているようで、東横フラワー緑道という遊歩道が東急東横線の田町、横浜、それからまあ東白楽もそうですが、この東急東横線の地下に移された区間の上に整備されています。今回はそれを歩いて、そして皆さんを昔の東急東横線の時代のところにお連れしたいと思います。よろしくお願いします。ここに通っておりますのが、東京は日本橋から京都三条大橋まで続きます国道1号線で、昔2004年の1月とかだったと思うんですけどね、直通運転開始したの。それまで東急東横線は地上を走っていたわけなんですが、その地上時代の鉄橋がこちらになります。もう明らかになんかここには鉄道が通ってたよなみたいな感じがしますよね。こっち側上がね、現在使われている東横フラワー緑道という、まあ、遊歩道なんですけど、この遊歩道のね、この遊歩道のこの柵と、それからこっちの鉄骨、明らかにこっちの方が古いじゃないですか、見比べれば分かりますけど、こっちはもううちのチャンネルで何回かね紹介しますけど、リベット打ちが使われていて、結構古い橋であるということが分かります。またこの高架はあそこの階段のところで終わってしまっているんですが、その先も明らかにここに昔鉄道があったよなみたいな雰囲気が今でも色濃く残されています。結構ね、この東急の沿線っていうのは廃線跡が多くありまして、この東横線だけじゃなくて目黒線とかもそうなんですけど、目黒線などでもこのような非常にここに絶対鉄道通ってたよね昔みたいな、そういった廃線跡がたくさん残っています。ここが横浜駅です。で新地下鉄はここを通っていきます。で横浜を出発した東京方面の東海道線、横須賀線はここずーっとまっすぐビーって走っていくんですけど、京急もまあ大体似たようなところをね、この辺ちょっと曲がってますけど、こんな感じで割と比較的まっすぐ走っていきます。で一方の東横線はというと、ここで大きくこう曲がり、そして田町の先でもこう曲がり、そして東白楽の先でもまた曲がるという感じで、結構ね東横線っていうのはカーブが多かったんですよね、 JR とかそれから京急に比べると。ですからあんまりこの辺でもスピードはまあ出せなかったらしいですね。今でもまあ地下を走ってる F ライナーとか乗るとこの辺は結構のんびり走っていまして、田町駅の通過も結構時間がかかっています。それからこれなんですけど、誰がどう見てもこれ線路ですよね、まあ、線路そのものじゃないけど、でもこの周りとは少し色の違うレールを敷いて、レールじゃないレンガを敷いて、そしてまあおそらくはまあこの東横線がね地上を走っていた頃を知らない人にも、ここには昔鉄道が通って線路が敷かれていたんですよということをおそらくは示すための、そういうものなんじゃないですかね。
結構ね、廃線跡ってこういうのありますから、まあ、レールをね、当時使ってたレールそのまま残してる場合もあれば、このように線路は剥がして、まあでも、まあ、このように、なんていうのかな、その、線路っぽいものを新しく設置するとか、そういうことはね、大体どこの廃線跡でもやっています。それからこちらは、その真下を通っている東急豊子線のトンネルの排気口となっておりまして、ちょうど電車がね、通り過ぎたんでガタンゴトンガタンゴトンみたいな音がしてたんですけど、ここにちょうどあの穴が開いてるのがわかるかと思いますが、ここがちょうどその真下にあります豊子線のトンネルと繋がっていて、そしてここで換気を行っていると、そういうことなんですね。だからね、ここなんか使ってんのかなと思ってたんですけど、別になんかそういうわけではなくて、まあ、換気専門に使っているそういう建物だそうです。フラワー緑道というだけあって、もちろんあのフラワーですからね、花もたくさん咲いております。こちらにはツツジでやってますよね。なんか結構しおれてきちゃってますけど、でもまあこの辺とかはそれなりに綺麗に咲いてるみたいですね。ツツジのもう見頃はもうじき終わりですよね。もう今4月の下旬に差し掛かってるような状態ですから、もうツツジももう合わなく、まあ花も見納めというような感じですけど、でもまだギリギリ見られるかな。ここにはこれは2012年って書いてあるから、ここに昔、そもそも昔はここに橋がなかった時代なんですね。2012年の2月に建設されたということで、このフラワー緑道が完成してからなのかな、架けられた新しい橋、ここに鉄道が通っていた時代にはここに橋は架けられていませんでした。そしてこれが高島山トンネルといって、ここにね、高島山っていう山があるんですけど、それをぶち抜くためのトンネルですね。これのおかげでね、この辺の住民の方はかなり助かってるみたいで、まあ、このトンネルがなかったらこの山をね、えっちらおっちら越えていかなきゃいけないんですけど、それをね、簡単にこうやってトンネルでズバーって、もうぶち抜けるわけですから、もうこれは非常に楽なわけですよ。確かにこれはね、地元の方にとっては、まあ、プラスだよなーって感じですよね。これはね、やっぱりね、あった方がいいと思いますよ。このトンネルをね、埋めなかったのは正解だと思います。東急東横線は今も昔も複線なんで、複線分のこの、あれ、線路が、レールっていうか、このスペースが確保されてるわけですね。おー、やっぱ近くで見ると、複線分のトンネルですから、でかいな。もうちょっと引いて取るか。おー、すごいな。昔はこのトンネルもうちょっと大きかったらしいんですけど、ただ2008年に横浜市が補強工事というのをやりまして、それで40センチほど、この鉄筋コンクリートのが新しくここに付けられたんですね。なので、当時と比べると、だいたい全部で80センチぐらいかな、80センチぐらいトンネルの直径が小さくなっています。ですからもう今は、走れないんじゃないかな。ここにね、複線分の線路を敷いて、じゃあ東急豊子線の電車走らせましょうみたいなことをね、もし仮にやったとしても多分ぶつかっちゃうんじゃないかな。トンネル内はね、結構明るいんですよ。この照明がね、かなり何て言うんですか、照度っていうの、この明るさが大きいっていう言い方をすればいいのか、高いって言い方をすればいいのか分かりませんけど、まあ、とにかく明るいんですよ。なんでこの手のトンネルにしてはかなり明るいですね、やっぱりね。うん、すごい明るい。なんかね、あれなんですよ。多分ね、横浜西口のね、あの辺の明るさと大して変わんないんじゃないかな。夜の横浜西口歩いたことある人わかると思うんですけど、あれより明るいんじゃない？それぐらい明るいですよ。横浜西口の夜もね、相当明るいですけど、でもあれより明るい気がします。これまっすぐなように見えて、出口のところは少しだけ曲がってるんですよね。これね、多分このまままっすぐ行っちゃうと多分横浜駅通過することになるから、だからこうちょっとだけクイッて曲げて、そして横浜駅の方面に、まあ、線路を伸ばしていたんだろうと思われます。おー、昔は多分ここから先もうトンネルを出てすぐ高架になってたと思うので、だからおそらくはもうここから先は当時の東急豊子線の線路そのまんまのところを歩くっていうわけじゃないと思うんですよ。あそこから多分ずっとこのまっすぐ、またおそらくはまあこの高さに線路が敷かれていって、そしてこの辺を高架で抜けるという感じになってたんじゃないですかね。と
ンネルがなかったらね、この山越えてくるわけですから、そりゃもうトンネルの与えてくれる恩恵といったら、もうそりゃとんでもないものがあるでしょうね。現在ではこの田町とそれから横浜の間は一駅ですが、昔はもう一つ駅がありまして、この辺りに神奈川駅というのがありました。向こうのね、京急の方にも神奈川駅っていうのがあるんですけど、同じ駅名が実はこの東横線にもあってですね、昔。ただそれが1945年の横浜大空襲の時になくなってしまいまして、まあ、焼けたんですね、簡単に言えば焼けちゃいまして、でそのまま廃止になって、でその後田町と横浜の間が、まあ、一駅になったということになっているわけです。こうやって歩いてくるとね、もうすぐそこにシャルラのホテルメッツだの書いてありますんで、もうすぐそこがね、横浜駅の西口になるんですよ。このね、横浜駅にね、電車で入ってくるときに、このね、駐車場のこのぐるぐるがね、見えると思うんですけど、もう本当にこのすぐ先に横浜駅のホームとか、それから駅舎とかがあります。で今このホテルメッツとかシャルとか、このジェクサーっていうのは多分 JR 東日本がやってるスポーツジムだと思うんですけど、まあそういったものがあるこの辺に、だいたいあの辺に、昔の東急東横線の横浜駅が設置をされていました。すぐそこを見るともう JR の線路とかも見えますね。臨海セミナーもあります。待ってれば電車1本ぐらい来るんじゃないかな。そんな都合よくは来ないか、いかに本数が多くてもね。あ、来ました、京浜東北線の快速電車。南浦和駅っぽいな。すいません、もうちょっとあったわ。あそこにね、あの高速道路みたいなのが見えると思いますけど、あそこがね、首都高速道路の、近郊ジャンクションっていうところなんですよ。で、あの近郊ジャンクションの、ほぼ、まあ、西側もすぐ真西のところに横浜駅がありますので、横浜駅まではもうちょっとあることになるんですよね。というわけで横浜駅までやってきました。実はね、横浜駅にはこういう入り口もあるんですよね。僕もね、ここ使ったことはない、知ってたんですけど使ったことはなくて、こういう入り口もあるということを皆さんには知っていただいてですね、で今回は東急東横線の田町と横浜の間にあります東急東横線の廃線跡を皆さんのご覧に入れてきました。いかがでしたかね。結構ね、この東急東横線の廃線跡って面白いところ結構ありますし、それからね、あの高島山トンネルも結構ね、やっぱ鉄道マニア的にもね、あ、これいいなとか面白いなっていうのは、まあ、たくさんあります。あの国道1号を渡るところの鉄橋とかもね、そうですけど、割とね、この東急東横線は鉄道マニア的にも面白い、まあ、スポットをね、まあ、もちろん廃線跡だけじゃなくて普通の駅の構造とかでも、まあ、ありますから、ぜひ、皆さんも一度は東横フラワー緑道を歩いてみてください。それでは今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。